こんにちは、山下エギングマイスターの川上です。今回お伝えするのはボートからのキャスティングのエギング。ボートからの釣りはしたことがあるけど、エギングをしてみたい、もしくはイカを釣ってみたい、そういった方にボートのキャスティングのエギングの基本をお伝えします。よろしくお願いします。今回エギングで狙うアオリイカ、どういう生き物かというと、1年でその一生を得るんですね。で、釣りのシーズンとしてはまず生まれてすぐ秋の序盤、9月の上旬からだいたい11月の終わりまでボートのキャスティングで狙えます。で、ある程度秋から大きくなっていって、大型が釣れるのが4月から6月の春なんです。エギングは日本で古くは江戸時代から伝わる、日本で生まれたそのイカ専用のワセルはエギで狙います。アオリイカはだいたい水深、浅いところだと本当に1メーターに満たないところにもいるんですけど、深いところだと50メーター、60メーター。ただしボートのキャスティングで狙うのはだいたい水深10メートルから20メーター以内、だいたい10メーターから15メーターぐらいが一番やりやすい水深です。で、エギングで使用するエギ、これ見ての通りいろんなサイズがあります。3.5号、3号、2.5号、またそれよりも小さいサイズもあるんですけど、基本的にボートのキャスティングのエギングで使うのはこの3号と 3.5 号です。飛距離が十分に保てて、また沈下も1メートル3秒、すごくテンポの良い釣りになっていくので、基本エギングはそのボートのキャスティングは3号と 3.5 号をメインに使用します。サイズだけではなくて色も、もうものすごいいろんな種類あります。ピンク、オレンジ、グリーン、ブルー、茶色、もうとにかく多いんですけど、これだけカラーがあるとどういった色を選べばいいかと迷うんです。でもすごくシンプルで、その潮の色、エギが見やすい見にくいで判断していただければいいかなと思ってます。最初におすすめしたいのは、その海の色が少し濁ってるな、エギが見えにくいなと思ったらピンクとかオレンジ、こういった色を使ってください。自分がエギを見やすければついてきてアオリイカを見やすいんですね。アオリイカってその食欲旺盛で、誘ってきて向こうの活性がこう高まってくると水面付近まで追ってくる時もあります。なのでエギの位置が確認できる明るい色は、その濁った塩、ちょっと塩の色が濁って見づらいなと思った時に使用してください。で、逆に塩がすごい澄んでいて、こういった暗い色でもエギの位置を確認しやすい時っていうのは、ブルー、グリーン、茶色といったこういったナチュラルな色を使用してください。基本的にアオリイカも大型の魚にはこう捕食される立場にあるので、水質がクリアだと外敵に見つかりやすくて、ちょっと神経質になる傾向があります。なので水質がクリアの時はブルー、グリーン、茶色といったこういったナチュラルな色を使ってみてください。狙う場所によっては、その水深によったり、もしくは潮の速さによってエギが流されてこう沈みにくくなっていくんですね。なのでエギを底付近まで届けにくいなと思った時には、このベーシックタイプ、ノーマルなベーシックタイプに加えて、赤い目玉のディープタイプ、青い目玉のシャロータイプというのがあります。ディープタイプは鉛の部分が、その沈下の部分が大きいので、もっと素早く沈むんですね。で、青い目のシャロータイプは沈下の部分が小さいのでゆっくり沈むんです。割とそのボートで狙いに行って浅い場所を狙う時、もしくは海藻帯が多くて引っかかりやすい時はシャロータイプ、潮が走っていたり潮流が速かったり水深が深くて底が取りづらいなと思ったら、同じ 3.5 号の号数でもディープタイプを選ぶようにしてみてください。で、パッケージにもそのディープ、シャロー、あと1メートル沈むのにこの何秒かかるかって沈下スピードっていうのはタイがこう書いてあります、パッケージの方に。なのでパッケージのそのサイズ、あとディープタイプなのかベーシック、ノーマルタイプなのかシャロータイプ、ゆっくり沈むタイプなのかっていうのを確認しながら購入してみてください。ボートエギングで使用するタックルです。ロッドは一般的に岸からエギングをする、この8フィート6インチという基準の長さがあるんですけど、大体長さにして 2.4 メートルから5メートルぐらい、この岸からのエギング用の竿でもいいんですけど、どうしても長いので、キャストの時とか
今レールにぶつかりましたけど、こういうふうにレールにぶつかったり、あと動線車がいる場合にライントラブルとか、また事故にもなりかねないです。なのでボートからエギングするときは割とちょっと短めの7フィート、だいたい 2.1 メートルから 2.2 メートル、3メートル、そのぐらいまでの長さの方が割とキャストもエギをこう踊らせる際に、アクションさせる際にも取り回しがいいです。トラブルも少ないです。なのでロッドの長さは7フィート、2.1 メートル前後がおすすめですね。でリールは普通に使用している2500番から3000番ぐらい、まあ、白ギスとかカサゴを狙ったりとか、ちょっと投げ釣り、ちょい投げに使うようなタックルで大丈夫です。でラインは P ライン、伸びの少ないラインですね。エギにダイレクトにアクションを伝えていくんで、伸びの少ない P ラインを使用してください。でサイズは1号から細いところは 0.6 号まで、最初であれば 0.8 号、1号が使いやすいと思います。でこの P ライン、引っ張る強度は強いんですけど、擦れん弱いです。海藻とか岩に擦れた時に簡単に切れてしまうので、エギをアクションさせる際にラインがそういった海藻、岩に触れて切れるのを防ぐために、リーダーラインといったフロロカーボンのラインを先に1メートルぐらいつけます。こちら のフロロカーボンの号数はだいたい3号前後、2.5、3号、3.5 号、こういったサイズを使用してください。基本的にアオリイカというのはカサゴとかカワハギがいるような岩礁帯を好みます。なので魚探の反応で割とこういった起伏のあるところを選んでください。起伏があってかつ魚群探知機に小魚の反応があるような時はものすごくチャンスが高いです。なのでこういった地形変化とその魚群がいるようなところを狙ってください。逆に青物、イナダとかサバとかそういった小魚を捕食するような大型の魚が寄ってるときはアオリイカの活性著しく低くなります。なので大型の魚が小魚を追ってる、こうナブラが立っているとか、そういうときはそういったポイントをずらして別のポイントに入るようにしてください。基本的にはやっぱり起伏があるところ、あと海藻帯ですね、そういった場所を狙っていきます。こういった駆け下がり、駆け上がりとか、そのいきなり水深が変わるようなこういった崖のエッジにイカってつきます。起伏の飛んだ海底でもこういった水深が変わる場所、いわゆるブレイクっていうんですけど、その崖になるようなポイントをしっかり打つとアオリイカと出会えるチャンスはもっともっと増えます。アオリイカを狙う水深、キャスティングの場合ですとだいたい水深10メートル前後から深くても20メートルぐらいまでが最適です。それより深い水深、浅い水深でもイカいるんですけど、浅い場所だとこうボートが浅瀬に乗り上げたりとかぶつけてしまう可能性があるんですね。で深いところだと今度エギを底付近まで沈めていくのにものすごい時間かかります。20メートルだとエギが 3.5で1メートル沈むのに約3秒、で1分は待たなくちゃいけないですね。で潮の流れとかあるともっと沈む速度ゆっくりになっていくんで、手返しの部分でもやっぱり水深10から15ぐらいが一番やりやすいと思ってます。で狙うべきポイントはこの海図を見ていて地形が変化する場所があります。例えばこの等深線が大きく湾曲しているような場所、そういった場所って同じ水深が続いていてこう崖になっているようなポイントですね、こう膨らんでいるようなところ、そういった場所を選んでまた地形変化を見つけながら探っていってください。で一回流していってダメだではなくて、このベイトの存在が確認できるんであればコースを変えて何回も流し直してください。そうすることでアオリイカがこう手を使うようなその角度っていうのがあるんですね。次の流しで急に当たり始めたりとかするので、有望なポイントがあったら一回の流しで諦めず何回もこうコースを変えて探ってみてください。あと海上から見えないこういった沈んでいる大きな岩、沈み根って言われるポイントですね。こういった海図で見るとこう沈んでいる根の位置が大体わかるんですね。でこういった沈んでいる岩の周りにもアオリイカつきます。なのでこの沈み根に対して例えば上から流していった、で当たりがなかったら今度またコースを変えて根の真上、船が干渉しないような水深であれば根の真上、もしくはその反対側をくまなくこう切っていきます。一度の流しで当たりがなくてもこの根に対して打ち漏れがないようにコースを変えて細かく打っていきます。こういった潮目、
その塩と塩がぶつかって水面にできる帯みたいな模様なんですけど、この潮目とかその潮が作り出すヨレ、これ見つけたら必ず打ってください。イカのポイントで見えてる岩、沈んでるその地形変化、またベイトの存在も大事なんですけど、この潮目っていうのは実は海底まで続いていて、アオリイカもそこに潮の壁にベイトを追い込んで捕食したり、ものすごく重要な要素です。でいつも現れるわけではなくて、時間が経てば消えてしまいますし、薄くなったりするんで、必ず見つけたら1、2頭は探るようにしてみてください。狙ったポイントにエギを投げていきます。思いっきりこうフルキャストする必要も実はあまりなくて、ボート自体がアオリイカのついているいいポイントに入っているので、それほどロングキャストは必要ないです。投げてエギが着水したら、たるんだ余分なラインを少し回収して、若干張り気味にして、そこからリールをオープンにしてラインを出していきます。その時にダラッとこうラインを出すんじゃなくて、たまにこう人差し指と親指で押さえながらパラパラ出していきますね。エギが徐々にこうラインを沈みながら引っ張ってくれるので、そのゆっくりしたラインのこう引っ張られる速度に合わせてラインを出していきます。これこう船が流れてる、動いてるので、非常にこうエギがそこについたっていう感覚が取りにくいんですね。そういう時はエギの重さを少し重くしてあげる。3号を使っていれば 3.5 号、 3.5 号を使っていれば 3.5 号の早く沈むそのディープタイプとかで、先につける重りですね、それを足して少し沈下を早める。自分がそこを感じやすい重さまでエギを重くするっていうのも一つです。でそこについたなと思ったら、少しあの竿を聞いてみてください。自信がなければ、竿をゆっくり聞いて、何か岩に当たる感触があれば、それが着生しているサインなので、着底しました。着底したら大きく2回竿を煽ります。少し若干糸がたるんだ状態から始めます。糸がピンピンに張ってると、しゃくり上げるって動作なんですけど、ロッドを振り上げた、しゃくり上げた時に糸が張った状態でこう竿を振り上げる前に糸が張るんで、すごく重く感じるんですね。なので若干ラインがたわんだ状態で大きく2回、1、2、その振り上げた後、余分なラインを少し回収してエギをじっくり沈めた。このエギが沈んでいる時にアオリイカは焚きつきます。なのでエギが沈み始めたら、こうロッドを不用意にこう動かしたり、リーリングとかしてエギが動いてしまわないようにしてください。動いてしまわないようにしてください。エギのパッケージにも書いてあるんですけど、だいたい1メートル沈むのに 3.5号ですと約3秒ぐらいかかります。なので1、2としゃくったら、だいたい6秒から7秒待って元の位置まで戻してあげます。その6秒間にイカの当たり、イカがエギを触るサインですね、ラインが急にギュッと引かれたり、竿先がグッと重くなったり、そういったサインがなければ、またしゃくりを続けてください。で足元まで来たら回収して、でこの時に後ろに駅の後ろにこうイカがついてないかチェックしてくださいね。やる気のあるイカだと水面付近まで追っかけてくるので、でイカの追尾がなければまた少し角度を変えて投げて探っていきます。これ同じ場所でずっと何時間も、粘って投げ続ける必要はないです。何投かして 2,3 投してあまり反応がなければ、もうコースを変えて投げて、でもう全然イカの反応もない、当たりもないって時は、どんどん新しい場所に移動して打っていった方が、イカと出会えるチャンスはもう格段に増えます。で基本ボートのキャスティングエギングはアンカリングをしないで、船を流しながら幅広いポイントを打っていきます。で背中から風を受けてるんで、投げたエギが
どん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 こう自分と近寄っていくんですね。であまりにも風が強い時はアンカリングするか、もしくはこういったあのパラシュートアンカー使ってゆっくり流すようにしてください。あまり速く流れすぎるとエギと自分がこう近づく速度が速すぎてあまり探れません。基本的には投げて自分も動いていくので僕とエギがどんどん近づいていくんですね。で足元まで来たらまたキャストして探っていく。だからこれがボートイギングの基本です。で背中から風を受けている状態で投げます。でエギが着底しました。着底したら誘い上げます。でこの時にどんどん自分とエギが近づいていくんでラインがたるんでいきます。あまりにもこうたるみが多くてイカの当たりがわからないなって時はゆっくりリーリングしてください。リールをでピンピンに張る寸前で止めてあげるんですね。これで糸を張ってしまうとエギが中でプンと動いてしまうんで、せっかくエギにこう抱こうと近寄ってきたオリカが不用意に動くと離れてしまいます。落とす時はなるべくスムーズに落とす方があのイカが釣りやすいんでリーリングはゆっくりと、でしゃくり上げる。エギが近寄ってくるともうラインが直角に立つんでほぼ糸が真下になります。でこれ以上待ってしまうとラインが船を通り越してその風上の方に行ってしまうんですね。そうなるとラインとあのこのボートが擦れて切れてしまいます。なので真下ぐらいに来たらもうエギを回収して次のキャストへ。どうしても自分とエギが近寄っていくんでラインがたわみやすくてイカの当たりが取りにくいです。でもこのしゃくり上げた後にしっかりとエギが元の位置まで沈むカウント、6秒間5秒間をしっかりカウントして次のしゃくりに移行すればこの次のアクションが合わせになってきちんとイカかかります。で5秒でイカが離してしまうということもそんなにないのでこのしゃくり上げた後の5秒間6秒間をしっかり自分でカウントして次のしゃくりに移行すれば問題ありません。あとはあの乗船者、乗船者が多い時にこの風上に対して風下に対してこうエギを投げれない時、自分がこう風の受ける正面、風表にしか立てない時はまた少しあのやり方を変えます。こうなると投げたエギと自分がどんどん離れていくんですね。エギはゆっくり沈んでいきます。船は風で流れていきます。もしくは潮に押されて流れていきます。どんどん離れていくんでずっとラインテンションをしゃくった後に糸を張ってるとエギが浮き上がっていくんですね。だからオリイカ底付近にいるんでどん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 こうエギのイカのいるゾーンからエギが離れてしまうんです。なのでこう風表、向かい風の状態で投げるときはエギをまずそこまで沈めます。この時もラインを結構出さないとそこまで沈んでいきません。でエギが着底しました。で向かい風の時はエギを上げた後にラインテンションを張って沈むならいいんですけど、あまり風が強いと沈まないです。その時はラインを出してあげます。でこの時一気にバラバラと出すんではなくて着底と同じく徐々にパラパラと出します。でこの時にエギが沈んでいく、しゃくり上げた分だけ沈ませる5秒6秒をカウントしてください。でイカが触ればこの出ていくラインの速度が急に速くなったり、もしくはラインが出ていかなくなったりします。イカが抱いてもうそのままエギが止まった状態になるんで、向かい風の場合はエギを沈めるときはラインを徐々に出しながら沈めていきます。でカウントしてまたしゃくる、でラインを出す。一番最初に着底を取っておけば次からの着底はあまり取らなくてもいいです。根明かりの原因にもなってしまいますし、しっかりとエギの沈む秒数をカウントできれば底付近にエギは戻っていくんで、それでもいきなりこうエギが水面付近に浮上してしまった時は自分が底を探っているつもりなのに
液が浮いてしまった時は、じゃ次のキャストでは、あ、浮くのが早いんだなと思ったら、しゃくって少し待つ秒数を長くしてあげる。もしくは2回しゃくってたのをたまに1回だけにするとか、エギの上げるこう高さを調整してあげます。で、状況に応じて、風に応じて、潮の流れる強さに応じて、そのエギを探るゾーンっていうの、その層っていうのを自分で調整していきます。で、この自分が風を持て向かい風の時にこう向かい風側に探っている時はラインを出していけばどこまでも探れちゃうんですけど、あまりにも離れるとエギって高く跳ね上がらないんですね、ラインの角度が寝てる分。なのでもうかなりもう50メーターとか60メーターとかもうラインのカラーで分かるんですけど、ちょっとあまりにも離れたなと思ったら根明かりのリスクも高まるんで、もう一度回収してください。で、再度キャストして、次また新しい場所、船が流れてるんで新しい場所にエギを入れて探っていきます。来たよ。いいサイズで、この時に巻きながらこう上げてリーリング、ポンピングっていうんですけど、するんですけど、その時に必ずラインテンションを緩めないでください。一定のラインテンションを張ったまま糸を張った状態でこう引き上げていく。いいサイズで、必ずある程度のサイズの時はネットを使ってランディングします。で、ネットを入れる際にイカのこの正面から入れないでください。あのネットインした時に顔がこう向かい合うんで墨かけられたり、あとネットにびっくりしてイカが下がって、最悪の場合あの身が切れて逃げてしまいます。なので必ずイカをランディングする際はイカの後ろからカモを近づけて、カモに半分入ったら緩める。それですくい上げます。前からだと必ずこうイカがびっくりして墨吐いたりしてバックするんで、必ず後ろからやってください。で、このもしあのご友人とかあの仲間と乗ってる時にタモ入れする時にアングラの方はこのイカを釣った状態で糸を止めないでください。そうするとこのようにイカが立ちます。もうイカが立ってしまうと非常にこうネットにしづらいんですね、深さがあるんで。なのでアングラーは必ず竿を少し引いた状態、ゆっくり引くとイカが水面を移動するので、その状態で後ろからネットにしてください。で、ゆっくり引き上げます。これ急激にあのショックを与えたりすると墨をブワッと吹いてもう真っ黒になってしまうんで、ゆっくり引き上げて取り込む。春になればこういったいいサイズが数釣れます。で、秋から冬にかけては、秋その生まれたてのアオリイカ、だいたい手のひらからもう少し大きいあの足ぐらいのサイズから徐々に成長していきます。特に4月から6月はこういったサイズが狙えるチャンスですよね。いかがだったでしょうか。アオリイカのボートからのキャスティングのエギング、しっかりとポイントを見極めて、この風に対してどういうふうにポイントを流していくか、どういうふうに探っていくか、またテンポを刻んでいくことでアオリイカの釣果がぐっと近づきます。楽しい釣りですので、ぜひ皆さん楽しんでみてください。ありがとうございました。